自然有のとこなめ焼き焼き締めは、正式には締め焼きといい、釉薬をかけず高温で焼成した陶器のことである。焼き締めとも発音する。日本の石器は古墳時代の素液を源に発展した焼き締め技術である。一般に陶器はその素地に吸水性があり、日常生活では用途が限定されるために釉薬をかけることが多い。焼き締めは、 粘土以外に素地に含まれる長石が高温で焼かれることで液状化し、素地に食い込むことで有薬としての役割を果たし、水止めとなる。また、還元焼成させると酸化焼成させるよりもよく焼き、締まる。焼き締めも、講義では陶器の一つであるが、硬質で吸水性が少ないため生油はしないのが特徴で、古くから吸水、茶碗、壺、亀、瓶。 土管等に用いられてきた。釉薬を使用しないことから、素地は土そのものの特徴を生かした素朴で味わい深い出来上がりとなる。乾燥させた素地に釉薬をかけずに高温で焼成する。釜は本来、のぼり釜や穴用を使用し、焚き木や藁を燃料とする。焼成用の大きさにより焼成時間は違いがあるが大きな釜では2週間にも及ぶことがある。 釜の中で器物の一部に交配したものが長時間の高温により溶けてガラス質に変化し釉薬代わりとなる。これを自然油といい焼き締めの大きな特徴の一つである。素地は多孔質でありビゼンなどの水亀などのように水が腐敗しにくいと言われたりビアカップにビールを注ぐと細かい泡が発生して口当たりが良くなると言われている。また食器としては 土の蘇生にもよるが、一般的には荒く使いにくい器がある。使用前には十分に水に浸しておくと雰囲気が変わり、焼き締めの持つ美しさがより奥深いものになる。また、西友陶器では工程上有薬をかける前に素焼き焼成するが、それを焼き締めと呼ぶのは間違いである。最近では、電気用で素地を鞘に入れ、炭やおがくず、もみ殻等を入れて、 還元調整をし焼き締める方法が陶芸教室などで用いられている。生于した釉薬とは異なり、自然釉は器物が置かれた釜の中の位置、火の流れ、その時の天候、燃料となる焚木の種類などによって付着の仕方が大きく異なり、同じ窯で焼いたものでも個々の作品は多種多様な姿となる。色彩は釜の種類や大きさ、 調整方法の条件によって変わり、深い緑色や瑠璃色、真っ黒など様々である。比較的厚く交配した箇所には自然有に貫流が入り、作品の表情を多様に変化させる。焼き締めは有薬によって色付けや模様を付けることができないため、作者は材料である土の産地を変えたり、複数の種類の土を混ぜたりすることで作品の色合いを変えるように工夫している。 しかしながら前述のように、自然油の付着は偶然発生するものであるから、作者といえど、その結果は予測できないことが多い。主な焼き締めは、備前焼き、伊賀焼き、しがらき焼き、丹波焼き、床滑焼きなどが有名であるほか、日本各地で行われている。また海外製の南蛮焼きなどもこの製法で作られている。ありがとうございます。